皆様ごきげんよう、みやまめさまです。本日紹介するのは戦闘空母、航空巡洋艦の G6 です。1932年頃に検討された我が帝国海軍の空母設計案で、日本空母の標準形となった空母蒼龍の原案となったことで知られております。厳密には蒼龍原案の原案ですね。それでこの蒼龍原案の原案の G6 はご覧のように、その艦用は航空巡洋艦というべき代物、基準排水量は12000トン、速力は36ノット、武装は見ての通り、20.33チ連装砲3機の合計6門、12.73チ広角砲が12門に加えまして、40ミリ機銃が合計24門、13ミリ機銃も24門、搭載機数は72機という実に素晴らしい性能です。すいません。搭載機数ですけれども訂正があります。保養を含めまして87機になりますね。え？そんなに積めるかですって。知りません。ただまあそれは置いときまして、このように航空母艦プラス巡洋艦の性能があれば、どんな用途でも使える汎用性が高い軍艦になるはずですよね。ということで、まずは早速航空隊を発艦させてまいりましょう。検証はいつものおまんじゅうとして行っていきます。目覚みー、いかん、滑走距離が足りませんね。うまくはまった、こりゃ奇跡じゃ。 G6 の飛行甲板の長さは195メートルくらいです。この長さは蒼龍の230メートルに比較いたしますとかなり短めですので注意が必要です。っていうか G6 が計画された1932年頃には97式艦庫はまだありませんね。おまじたち、別の航空機を持ってこい。あ、いいね、こういう爆撃機ね。風格でね、ズンジェッチェッチェ、ズンジェッチェッチェ、ズンジェッチェでね、バカ野郎。それ超重爆撃機の風格じゃ。別の航空機、持ってこい。G6 が考案された頃の艦上攻撃機は、89式艦砲になりますね。89式艦砲の特性ですが、鈍重で各種に不具合が多発、空母艦載機の候補から外されかけた、圧倒的な高価格を誇るイギリスによる設計の航空機となっております。よし、前期発艦完了いたしました。あ、皆さんもう一点、この G6 で気になった点はございませんでしょうか。目立つ位置に煙突がありませんよね。日本の空母の煙突といったら、湾曲煙突や、傾斜煙突が有名ですけれども、G6 にはこちら、空母加賀のような誘導煙突が搭載されているのがよく見るとわかります。懸念としては、加賀の誘導煙突の評価は最悪でした。排煙の処理にはうまくいかずに着艦を阻害、さらに排熱の影響で周囲が灼熱となり、居住性は劣悪、加賀の別称が海輪師、つまり搭乗員の焼き鳥製造機と知られていることも、誘導煙突の評判の悪さを物語っていると言えます。ちなみにこの誘導煙突もイギリスの発祥となっております。G6 の誘導煙突は完備までには伸びておりませんので、もしかしたら仕様自体がかなり異なっているかもしれませんけれども、詳しくは分かっておりません。ここでは訓練を兼ねまして、標的艦を召喚してみました。巡洋戦艦の歴史トンですけど、これまたかなりゲテモノですね。前期、突入！ありったけの爆弾を敵に叩きつけるんだ。爆弾、投下、投下、投下！あ、メサコー！後で給仕しておきます。爆弾が全然当たりませんね。この精度の悪さは、おまんじゅうたちの連動に関係はございません。これはですね、当時の飛行機の性能って結構残念なんですよね。攻撃機の爆弾も水平爆撃では命中が難しくて、航空魚雷も発展途上でした。ということで、ここで出番となりますのが、G6 に搭載されていた 20.33 地砲です。撃ち方始め、で、1920年から1930年頃の軍艦で大きな発展があったのは空母だけではございません。実は巡洋艦も大躍進を遂げていたのです。特に砲の射程距離は飛躍的に向上して、巡洋艦は戦艦に準ずる戦力として見なされるようになりました。G6 の砲6門は他国の巡洋艦の標準的な門数に迫っているっちゃ迫っていると思います。くそ、当たっていないぞ。時弾装填急げ。いかん、飛行甲板がミシミシいっとる。よし、ようやく敵艦に命中。しか
しかし、まあ、なんか命中精度が微妙ですね。これってもしかして、手法の配置に問題あるんじゃないですかね。なんか寄せすぎというか、無理やりというか。ということで、今回の G6 レビュー、ファーストインプレッションでは、空母としての能力は星2つ。砲撃性能は星 2.5 くらいでしょうかね。今一つ使いづらい感じがいたしますね。バーチャルアマゾンでの購入はあまりおすすめはできないかもしれません。しかしこの G6、よくよく考えると存在そのものが不自然のように見えてきます。当時の我が海軍の空母としては、宝章、赤城、加賀、そして竜章という下手者。いえ、個性派揃いとはいえ、空母であることに間違いはありません。しかし G6 を単体で見ると、こやつ、空母として退化してしまっているようにも見えますよね。それはなぜか、ここからは歴史的な情勢を整理しつつ、G6 が空母として退化してしまった理由に迫ってまいりましょう。私の個人的な意見を申し上げますと、なんかでかい竜城みたいな感じにも見えますね。まるで SF 作品に登場する戦闘空母のような寛容。それが、航空母艦、蒼竜の原案の原案というべき、G6 です。長らく G6 の具体的な姿は、ごく簡略化されたポンチ絵のような図しか存在していませんでした。しかし、2023年に広島県呉市の大和ミュージアムにて、G6 の一般偽装代替図が公開され、その詳細な外観がついに明らかとなったのです。現在の目で見ると、G6 は非常に奇抜で、まるで、新兵器のように映りますが、詳しい偽装を見ると、実際かなりの沈の匂いがすることがわかります。艦橋の雰囲気は竣工時の初春型駆逐艦の艦橋を大幅に大きくしたようなスタイルで、規模の大きさから外国艦に近い印象を受けます。高所には主砲射撃用の側距儀や火器管制装置が設置されています。これら装備は概ね主砲の制御関連の設備で、特に砲力が重視されていたことがわかります。防御面にも記述が残されており、弾薬庫には140ミリ機関部の減速には100ミリの装甲が施されていました。これは妙高型従順を上回る防御力で、まさに航空巡洋艦にふさわしい性能と言えるでしょう。空母としての能力は保有含めて搭載数87機ですが、格納庫は2層式で48機を収容可能でした。ただ青写真で描かれているのは旧世代機の89式艦艇であることには注意が必要です。このように詳しく偽装についてもかなり沈の匂いがする兵器となっていますが、意外なことに G6 は当時の2つの常識に基づき論理的に設計された存在だと評価することができます。一つは、先ほどバーチャル空間での検証の通り、そもそも航空機の性能や兵装が貧弱だったため、空母という艦種自体がまだ戦力としては微妙な立ち位置にありました。そしてもう一つの大きな要因は、1930年に締結されたロンドン海軍軍縮条約で課せられた制限です。この条約により、それまで制限対象外だった空母、砲章や竜章も保有トン数に含まれることとなり、日本が新たに空母として使用できる排水量は残りわずか1万2000トンとなってしまいました。G6 が基準排水量1万2000トンとなったのは、この条約に基づいており、これにより、まずは艦を大きくするという選択肢は取れなくなります。さらにロンドン軍縮条約では、空母だけでなく、巡洋艦にも制限が加えられます。ワシントン海軍軍縮条約では、1万トンまでの巡洋艦の制限はありませんでしたが、新たな制約により帝国海軍が構想していた戦力バランスは崩壊。空母も巡洋艦も仮想的なアメリカに数的劣勢を強いられることになり、戦略を見直す必要に迫られました。そこで不足する空母を補うため、日本近海の島嶼部に航空基地を整備して、航続距離の長い航空機を配備して保管する構想が固まります。これは後の大型飛行艇の開発などに多大な影響を及ぼしました。しかし、問題は従順戦力でした。軽巡洋艦を従順洋艦に改装するという手段は最上型で行われることになりますが、それでも不足する砲力を補うために空母の保有トン数が使われることになったのです。 20.3 センチ砲6門を持つ G6 は、空母の枠組みでも従順の戦力を担うという苦しい制約の中で、当時の常識による積み重ねの中で設計されたと考えることができます。しかし、1932年から1933年頃、新たな戦術として画期的な方法が編み出されます。それが、急降下爆撃です。敵空母を撃沈できなくても、飛行甲板を破壊して行動不能に追い込めるという発想から生まれ、
空母同士の戦いでは先に多数の急降下爆撃機を発進させることがより重要だと認識されるようになりました。こうして G6 は大きく設計が変更され、急降下爆撃機の運用に特化した空母の G8 へと進化していきます。 G8 は一言で申し上げますと、飛行甲板を延長して搭載機数を増やした G6 というものでした。双竜原案とも呼ばれる G8 は艦容もより変化しておりまして、 15.53 次3連装砲と 15.53 次連装砲をそれぞれ1機ずつなんと甲板の下に搭載しております。武装についてはやや軽減されたと言いますが、搭載機数は105機にまで増加、さらに排水量は G6 の1万2000トンから G8 では1万50トンまで減らされてしまいました。これは空母砲礁を配管することによって得た排水量を加えることによって2万トンまでに制限枠を広げた状態で2隻の G8 を建造するという計画だったのです。もちろんこの艦を1万トンで作るというのはまあ不可能だとは思うんですよね。最終的な搭載機数はおよそ90機に抑えられたと言いますが、それでも1万4000トン程度はかかるのではないかとも言われていますね。G8 は以前の動画でも紹介いたしましたので、今回は簡単に紹介しつつ、その後の空母発展史を紹介いたします。G8 の設計案が決定し、当時の日本では、丸2計画が国会で審議され、新型空母の建造が始まろうとしていました。ところが1934年3月12日、水雷艇友鶴の転覆事故が発生。重心が高く不安定だった艦の設計が問題視され、G8 のように重武装を目指した案にも見直しが求められます。またロンドン海軍軍縮条約の脱退が決定的になると、排水量の基準にとらわれる必要も薄くなります。こうして設計案は G9 と更新されることになりました。 G9 では依然として巡洋艦クラスの砲を搭載する構想がありましたが、増大した排水量はすべて空母としての性能を高めることなどに使われて、最終的には降格砲のみを残し、その他の手法は撤去されました。紆余曲折を経て完成した航空母艦双竜は、基準排水量は1万6000トン、保養機を含めて約70機の搭載能力を持ち、速力は35ノットに迫るという高性能を実現していました。双竜はその後の飛竜、昇格、そして雲竜に至るまで日本空母の標準を確立したエポックメイキングな艦であったのです。 G6 は空母として使える巡洋艦、G8 は急降下爆撃機を運用する巡洋艦的な要素を持つ航空母艦、そして G9 は純粋な航空母艦として完成いたします。つまり双竜原案の一連の変遷は、空母という艦種の評価が巡洋艦を超えていくという歴史の流れを象徴するものだったとも言えますね。 G6 の艦容、皆さんは率直に申し上げましてどのように思ったでしょうか。ぜひ G6 の艦容についての感想をお聞かせくださいませ。まあ正直言いまして、青写真の解像度がですねあまり悪くてですね、詳しい武装などにつきましてはね完全な想像となってしまっておりました。こういった部分ね、本当に機銃なのかなという感じもするんですけどね。40ミリ機銃とね、13ミリ機銃が混在していたりとかね。このあたりはなかなか判別が難しい感じでした。はい、ということで、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。こういった分野に興味がございます方は、我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。また、宮豆さんの大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑も、電子版が発刊されましたので、こちらも何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せんねんせんねんせんねん、バイバーイ。